今回は神田神保町編第3弾ですね。今回はね、ラーメン屋さんとうどん屋さん、カレー屋さんを紹介させていただきます。こちらね、淡路町にある神田公園ですね。ここでね、結構僕ぼっち飲みしたりするんですよね。神田駅から、この神田公園を出て右に曲がってすぐのところにあります、塩生姜ラーメン専門店マニシさんですね。こちら動画で何度も紹介させていただいている塩生姜ラーメンの専門店ですね。こちらは限定とかも本当にいろんなのを作ってくれるんで、飽きずにこう通えるって感じですね。こちらの限定いろいろある中で僕が一番好きなのが2つあって、冬の限定の豆腐ラーメン、そして夏の限定の冷たい塩生姜油そばですね。今回は油そば行ってみました。こちらが冷たい油そばですね。こちら旨味の効いた冷たいジュレがかかってるんですよ。それとこのフライドオニオンがめっちゃいい仕事してるんですよね。そしてこちらが、口直しにも使えるし、つけ麺のつけ汁みたいにしても使ってもいいスープですね。こっちは熱々なんですけど、これがね、ほんとつけ麺風に食べてもいいし、何にもつけないでそのまま混ぜて食べてもいいし、何して食ったってうまいっていうね、最高の限定ですねこれ。一種でこの限定が始まったらもう絶対来るって感じですね。この日もめちゃくちゃ美味しくて、もう一杯食べようかマジ悩んでくらいですね。こちらポイントカードが貯まるとブラックカードっていうのもらえて、ブラックカード持ってると味玉とかサービスで来るんですけど、味玉が半分になっててね、食材の高騰の何かここまで来たかと思ってちょっとねショックでした。こちら香川一福さんですね。こちら先ほどのマニッシュさんから西口の方に戻る途中にあるお店です。ミシュランとかも取られててね、めちゃくちゃ人気店なんですね。こちら神保町行く途中にいつも並んでるんで、ずっと気になってたんですよ。何なんだろうなと思ったら、うどん屋さんだと思って、で入ってみたんですけど、すごい美味しかったんですよね。こちらのねカレーうどん激ヤバです。なんか A4 とか A5 の和牛を使ってるらしいんですけど、基本的にはあのカレー南蛮そばみたいな出汁の効いたあのカレールーじゃなくて、もう普通のカレーをうどんにかけてるだけなんですよ。でもそれがまたうまいんですよ。味変にカリプスバターが乗ってて、そのカリプスバターを溶かして食べてもいいし、まずはそのまま食べてるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよね。こちらもともとは限定だったらしいんですけど、なんかあまりの人気でレギュラーに昇格したという。目的おすすめの食べ方はカリプスバターをあんまり動かさないで、カレーのルーとうどんだけで食べて、途中でこうやってカリプスを混ぜて味変にして食べる。そしてですね、この備え付けの出汁があるんですよ。これを半分ぐらい食べたところで出汁を入れて食べると、この煮干しの効いた出汁が美味しくてね、もういわゆるカレーうどんって感じになるんですよね。こちらの一福さんのカレーうどん激推しなんで、ぜひ食べてもらいたいです。こちら神田の栄屋ミルクホールさんですね。こちらめちゃくちゃ老舗で、確か2021年ぐらいに惜しまれながら閉店一度したんですよね。なんか立ち退きとかなんだかよくわかんないですけど、それでなんか、近所に移転して復活したっていうお店ですね。僕も昔閉店の方を聞いて行こうと思って行ったらすごい行列だったんで、諦めて行かなかったんですよね。で今回初訪になります。やっぱりミルクホールさんといったらラーメンとカレーだろうってことで、ラーメン&カレーセットを頼みました。なんかねカレーはね、ドロッとした感じの、あのすごい甘い、そうですね、スパイスさがあんまりない感じの、昔のドライブインとかで出てくるような懐かしい感じのカレーでしたね。
ラーメンの本当に懐かしい感じの味ですね。なんかもうノスタルジックな味っていうんですかね。昔日本そば屋さんとかでラーメンとか置いてあったじゃないですか。ああいう感じのやつを想像していただければ分かりやすいかなと思いますね。ラーメンにしろカレーにしろ本当に古き良き昭和の味っていう感じで、なんか懐かしい気持ちと、なんか楽しい気持ちになりましたね、食べてて。そしてこちらが、欧風カレーボンディさんですね。神保町のお店ですね。すいません、こちら外観取り忘れちゃったんですけど、ボンディさんはカレー激戦区の神保町にあって一番お客さん集めてるんじゃないですかね。超絶人気のカレー屋さんですよね。今回はポークカレー辛口で行ってみました。まあ欧風カレーなんでね、結構甘いです。だから辛口にしても甘いんですけど、後半じわじわ辛みが来るっていう感じですかね。でね、チーズ入りのライスがまたうまいんですよ。僕甘いカレーってあんま好きじゃないんですけど、ここのは美味しいなと思いますね。そしてこのね、備え付けでついてくる、じゃがいもがめちゃくちゃ美味しいんで超絶おすすめです。本当にね、豚肉もホロホロでね、ポークカレーめっちゃうまいんで激推しです。ぜひ行ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。ごちそうさまです。